はい、どうも理屈と申します。シスターロケーションスーパーカスタムナイトやっていきましょう。まあこの前やった FNAF 1 UCN あれの作者さんが同じで、それのシスターロケーションバージョンですね。まあ言いたいことはいくらでもあるんだけど、とりあえずオール20やろうか。え、待って、お前らいるあれ、お前らいるんだけど、ちょっと待って、ベイビーとエナードがいる。え、じゃ、これでやろう。びっくりした。カスタムナイト12時。うわ、もう、こんなとこ戻ってこないと思ってたのに。こうだよね、確か。やだ、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 危ねえ。ロル、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 あ、ロルボタン忘れた。どっち？待って。フレディどっち？え、どうすんだっけ？こうか。ゴンつった。どこどこ？あ、君ここ。あ、やだ、やだ。ああ、こうで、ロール押して、押して、あ、え、しまって、ああ、いなぁぞわかんねえ。めちゃくちゃジャンプスケアでいけ。ということで、まあ、今日からちょっとシスターロケーションのカスタムナイトで遊んでいこうと思うんですけど、ジャンプスケア下げようか。なんかね、設定がめちゃくちゃあって、ジャンプスケアをめちゃくちゃ小さくするみたい。あ、これだね。オンにしとこう。これやっとけば、ジャンプスケア小さくて済むんで。いやー、シスターロケーションのカスタムナイトってね、めちゃくちゃむずいんですよ。で、僕ちょっとさっき調べ物してたんだけど、どうやら海外では、FNAF のこのファンゲーム、こういうファンゲームとか全部ひっくるめて、何が一番難しいか、どのゲームのどのゲームモードが一番難しいかみたいなを、みんなで考察し合ってるサイトがあったんですよ。で、それ覗きに行ったら、なんとこのゲームのオール20、世界で2番目に難しいゲームとして君臨していました。ということで、やりません。そんなゲームはやらない。ちなみに、UCN のノーデスコインは25位でした。やばいでしょ、レベル。ということで、いろいろ遊んでいきたいな。まあ、久しぶりだからカスタムナイトっつうか、シスロケ。ショータイム。あ、これ、新しい、あれじゃん。プリセットか。プリセット用意されてるじゃん。で、プリセット合計で、20個あるらしいから、まあ、全部クリアしていきたいよね。ショータイム。一旦さ、ベイビーとエナードの説明見ていい？ 3 から数え始めて、廊下の端に彼女の目が見える。制御されたショックを使って彼女を暗闇の中に送り返してください。ん？エナードは？エナードさっき襲われたけど。あ、エナードナイトと同じかな、これ。暗闇の中を歩き回る音がする。まあ、両方のドアから弁当を閉めてこう、侵入してくるから、そこを防ぐ。エナードってめちゃくちゃ音聞きづらいんだよな。一旦こいつら AI レベル1で見てみましょうか。急にブッて始まるの怖いんだけど。うわ、懐かしい。もう二度とこんな警備室戻って来ないと思ってたんだけど。キーパッドは反応しないね。で、ベイビーは何やら声が聞こえるみたいだけど。で、ちょっと一旦振り返ろうか。ここに、ファンタイムフォクシーがいるんですよ。で、ここにミニリーナがいて、342ファンタイムフレディ、ビディバブがいるんだよね。まだ出てこないか、あいつら。この FPS っていうのは、普通にこのゲームが 60fps で動いてるよっていうことの証明ですね。で、この各種ドアは、指で、WASD で閉めることができます。カメラも S で上げたり下げたりができる。あ、3言ってる。どこ？どこ？いる？いなくね？ 2。 エナードもどっかにいるんだよ。1。 どこ？あ、いた！これだ。待って、なんかエナード多分ベントにいるよね。そうだよね。で、これ第一段階だから、エナードもう一個近づいてくる段階があるんだよ。あ、コントロールドショックだ。やべえ、めっちゃエナード音だけ。あ、そう、ここに来るんだよ。で、エナードは閉めとけば大丈夫。あ、こいつ最悪だ。ドアノックして帰らねえ。ノックしろよ、お前。最悪だ。右だ、右、右、右。多分、ここにいる。あれ？いない？え？エナードがわかんない。あ、ドア、じゃあカメラ見たまんまドア閉めれるんだ、このゲーム。そうだっけ？あれ？原作どうだったっけ？本家。あ、てか、ベイビーって一回来ると、あんまり来ない？もしかして。コントロールとショック。ああ、進んできた。ベイビー全然来ないな。
ベイビー来ねえな。一回きりじゃねえよ。あ、なんか言ってる。じゃあベイビーの猶予時間ちょっと見たいから、9。あ、あとベイビードア閉めてたら襲ってこなかったから、ちょ、お前、早いな、エナード。ワン、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 ワン。あ、こっちいるね。無視します、これ。完全に無視。ドアも閉めない。どれくらいで襲ってくるのか。ま、とりあえず AI レベル。あ、消えた。やべ。あー。どんくらい ?30 秒とは言わないか。20秒くらいかな。何コインズって。33。コイン?あ、これ?なんかショップってあったよね。そう、エクストラとかもあって、なんかすげえ機能が大幅にアップしてるんだよな。ショップ。チート、チートあるんだ。1000ファズコイン。33しかないです。1000ファズコイン。あ、ファズコインね、これ。はいはいはい。キャラクターってそうやってアンロックしてくの?おもろ。キャラクター変えるらしい。あ、てか、チートがクソある。あ、チャレンジーズか。チート&チャレンジーズ。ページ1、ページ2。あー、バックグラウンドミュージックね。4なくてよかったわ。うん。あ、違う、メニューミュージック。バックグラウンズ。あ、これは背景で、こっちが、ミュージックだね。FNAF 1メニューミュージック。FNAF 2メニューミュージック。FNAF 3メニューミュージック。FNAF 4は買わない。まあ、そんな感じか。じゃ、ゴールデンフレディやりてえな。まあ、いっか、初心に帰って、イージーモードやるわ。このゴールデンフレディ。あの、旧カスタムナイト。旧カスタムナイト。本家カスタムナイトのオールコ。あ、今、こっち行きました。ファンタイムフレディ。で、エナードに気をつければいいんだよね。エナードじゃねえや。エンドスケルトン。あ、イエンドゥだ、イエンドゥ。で、ロールもして、ちょ、次からロールのあの、キーコマンド入れときます。なんでお前左から来た?やば、あいつ。間違えた。こうか。こうか。あ、お、そうだね。合ってる。うわ、バローラ歌ってる。夏、マジで、これ。左行った。え、ファンタイムフォクシーいなくね?鼻反応すると思わなかった。あ、いるわ。え、ビディバブって、進行速度どうだったっけ?ちょっと待って、音が小さいかも。右行った。オッケー、ビディバブ消えた、今。危ねえよ、お前。あ、こう、あ、そうだ。AI レベルが低すぎて、ミニリーナとエレクトロバブが一緒に出てこない。パワー?こっち?危ない。あ、オキシゲンもやられてる。間違えた、ごめん。ファンタイムフォクシーに、あの、なんか、テーザー銃使っちゃった。やべ、全然頭が回らない。このゲームの仕様についていけない。懐かしすぎるな、この感じ。あ、これやばい。左閉めて。オッケー、コーン言った。ファンタイムフレディ不正で、で、オキシゲンが今、びっくりマークついてなかったから、ミニリーラは見なくてよかった。ロールね、クリックでもいけるんだよね。ほい。ボンボン釣ってるから、これは、はい。ゲットヒームっつったら、ボンボン投げてくるんだよ。で、そこで、対応した。ドアを閉めると。で、ゴンっつったら、ここにビディパブが来る。で、バローラが今ずっと遊んでるから、ほい。ちょ、やばいな。ボネット、全然慣れないな。これね、喋ってる暇ないんだよね、このゲーム。ちなみに。インサイトだから、第一形態。あ、違う、第二形態。で、次、ゴンっつったら、ビディパブが来る。はい。あー、ファンタイムフォクシーか、第三形態になってる。こっち。あ、ごめん。またファンタイムフォクシーに。電力やっちゃった。電力は当たりそうで、ファンタイムフォクシー、ファンタイムフレディ今右。インサイド言った。やべ、めちゃくちゃバッテリー無駄にしちゃう。一応これ、コントロールショック、あ、コントロールショックってさ、バッテリー食わないんだったっけ?ファンタイムフォクシー大丈夫だけど今、バローラが右にいる。左行ったファンタイムフレディ。あ、あれ?バローラってこっからもう一段階あるんだっけ?うわ、これめちゃくちゃバッテリー食ってる気がするけど、ファンタイムフォクシーが来てるんで、閉めっぱ。
誰もいませんよ。ファンタイムフォクシーは偉いんだよ。ちゃんとドアノックするから。エナートとかいうあのバケモン。あれちょっと問題児じゃね？あ、右行った。あ、バローラ近づいてきてる気がする。バローラの距離感覚えてねえよ。あ、これだ、これだ。めっちゃ近い。オッケー、左行った。ああ。ちょ、バローラだけマジで心臓に悪いんだよ。で、これ第1段階。あの、ハイド&シークって言ってるやつ。あ、危ねえ、お前。じゃ、ボネット右から来るのか左から来るのか統一してくれ。あ、これ来ます。はい。ゴンと、オッケー。危な。ヒエンドゥがぬるっと出てくる。こいつも問題児なんだよな。こうだね。左だよね、これ。はい。オッケー。4時の時点で電力 50%。まあ、ノーマル、難易度ノーマルだから。これは余裕だな。ファンタイムフォクシーあと1回くらい走ってくる可能性がある。え？忘れてた。そうだ、お前いるんだ。お前相変わらずなの？強化も弱体化ももらってないんじゃね？お、オッケー。待って。サプライズは逆だから左を閉める。オッケー。合ってる。うわ、慣れてる慣れてる。手だれ感が出てきた。いいね。楽しくなってきた。いや、これくらいの難易度だったら楽しめる。けど、オール20ともなると、あの、マジ、イライラするだけだから。難しいし。これ何の音？あ、オキシゲン。バローラが近づいてきた。バローラこれ？バローラこれ第2段階か？バローラ慣れねえな。あー、距離感がわかんねえ。いやけどもう、バッテリーがめちゃくちゃ余ってるから、ぶっちゃけ全部のドア閉めてれば、なんとかなるんだよな。で、そう、このね、カメラ操作を瞬時にやんないとシスロケすぐ死ぬから。これ右ね。はい、ゴン。オッケー。危ない。で、大気資源ゼロになっても死なないんだけど、画面が見にくくなるから、一応気を使わなきゃいけない。ドア開けて、ロールがめんどくせえな。オッケー。いや、もう終わるっしょ。で、右のドア閉めて、終わった。オッケー、シフトコンプリート。全然画面変わんない。ミニリーナ、そこ、どきな？はい。ということで、まあ、ちょっとシスタロケーションカスタムナイトで何パーとか遊んでいこうと思います。う、Enjoy some time at home. スコア2500、ニューハイスコア。あ、パワーも加算されるんだ、これ。もしかしてさ、このスコアによって、そうだよね。コインもらえるよね。500。ランキング？グッド。バカにされてる？これ。小バカにされてるな。